実は三浦さんが令和の虎に出てきてくれたきっかけを作ったのはホモハッピーなんですよね。そんなことすっかり忘れるぐらいの感じになりましたけれども、三浦さんってやり方は違ってたんだけど、実は僕から見ると竹内さんと同じなんですかね。うまいっていう時点で、要は自分のブランディングの仕方がめちゃくちゃうまかった。このトップ1は僕は実は今出てない人で言えば竹内さんなんですよ。同じぐらいとってもうまかったのは三浦さんだなというふうに思っていて、基本ね、三浦さんってああやって出ることを令和の虎で覚えてからはそれがめちゃくちゃ実は楽しいんだと思うんですよ。本来はそういう人だった。ただたまたまそういう機会が今までなかったのが一つチャンスを得て、そこからは水を得た魚のように頑張った方だと思うので、これから会社もどんどん大きくなって社会的なチーム上がっていったとしてもですね、ぜひとももう一回令和の虎に戻ってきていただいて君臨していただきたいなと思ってる一番の虎ですね。皆さんお願いしますよ。